やってみっか。あれから3年の月日が流れ、待ちに待った天下一武道会の日が訪れた。総勢182名の予選を勝ち抜き、本戦への出場を決めた悟空、クリリン、ヤムチャと無天老師扮するジャッキー・チューン。みんな順調に初戦を突破するも、ヤムチャが本大会初出場の天津飯なる選手に敗れてしまうという大波乱が起きた。なんと天津飯は亀仙人のライバル鶴仙人の弟子であった。準決勝第一試合、天津飯と当たったジャッキー・チュンは、彼を正しい道へと導くために自分の弟子に後を託し、自ら武舞台を降りるのである。どうしてもあろうものが変装までしてこんな大会に出たのだ。なに、単純なことよ。我が弟子たちのためじゃ。天下一武道会なんぞで優勝してみ、調子好きよって向上心がめっきりうせおる。なるほど、これでわかったぞ。俺と戦って弟子の優勝がないと分かり、あんたは安心しわざと俺に負けたんだ。ただしあのまま戦っていても俺は勝ったかな。それはちょっと違うな。何？優勝したくらいでダメになるような愚か者はおらんと分かったからじゃよ。もちろんお主も愚か者ではない。お前さんは悪人になりきりやせんようだし。なんだと？そうでなきゃこんな理由を聞きにわざわざ来やせんよ。じゃあな。いいことを教えてやる。俺はタオパイパイさんのような世界一の殺し屋を目指してるんだ。あ、そうそう、これだけはお主の言った通りかもしれん。確かにあのまま戦っておってもわしが負けておったじゃろうな。わしは客席から観戦する。良い試合を期待しておるぞ。プライドがないのか。ま、負けを認めやがった。では引き続き準決勝第2試合を始めます。試合を行います選手はなんとどちらも亀仙人のお弟子さん、クリリン選手対孫悟空選手です。ほら負けねえもんね。勝っちゃうもんね。
イズ。よっしゃ、これはキビ目にも止まらぬ連続攻撃だ。あっと、キビに連続攻撃が決まりました。強い攻撃から進展が低下しました。今が試合に大きな変化は見受けられません。決勝戦ですが、少し休憩を取った方がよろしいですか？ほらなら別にいいよ。そうですか。では、このままでいてください。さあ、皆様、決勝戦です。いよいよ、天下一の武道家が決まります。果たして天下一の名誉と多額の賞金を手にするのは天心半選手でしょうか、はたまた孫悟空選手でしょうか。まさに今世紀最大の注目の試合です。